受験のリアル2020 10分ダイジェストバージョン、今回は2020年以降の受験生にどうしても伝えたかった部分を要約して公開します。8月15日のあの動画で約7000人の方がリアルタイムで視聴いただきました。最後に僕と交わした1週間の約束、覚えていますか？実はあの後 LINE の方で3000を超える宣言の数がありました。ただ一つ、まず今回ダイジェストをご覧いただく上で覚えておいていただきたいのは 1%vs99%、 残念ながら 99% の人はモチベーションが続かない、変わるのはいつも 1% の人だけです。僕自身は受験のリアルでお伝えした通り、高1のあの空白の3日間で人生が変わりました。感動で終わらせないでください。完璧な正解ばかり探さないでください。君が選んだ道を正解に変える、その行動力も一緒につけていきましょう。推進、本編を見てない方はぜひ概要欄から1時間ご覧ください。それではどうぞ。さあ、ここからが本題です。特に2020年度以降の受験生に向けてどうしても伝えて知っておいてほしいことがあってこの動画を撮ってます。それは受験のリアルを踏まえても言えることなんやけど、受験のリアルですら伝えられてなかったある全く新しい受験の本質なんよね。それはこの時代だからこそ言えることだと思ってほしい。この2020年、コロナや共通テスト、先が読めない時代ですよね。そして選択肢もたくさんある。そんな中で本当にやっちゃいけないことを言うと、完璧な正解があると思い込むことなんです。完璧な正解があると思ってる人ってどういう人かっていうと、ただの情報収集にめちゃめちゃ時間をかけるよね。それで結局行動しないみたいな人なんよ。けどすごく気持ちはわかるよね。けど考えてみてほしいよ。例えば今君がいる環境もさ、自分が選んだ勉強法もさ、自分が目指す志望校もあらゆる選択肢の中で選んだものでしょ。けどそれって完璧なものってないよね。メリットもあれば必ずデメリットもあるわけ。じゃあその時代における受験の本質って何かっていうと、選んだものを正解にする力なんよ。君が選んだ道を何としてでも正解にするんだと、その行動力が求められてると言っても過言じゃないよね。これを知ってる人、これに気づけてる人って目が違うよ、覚悟が違うよね。半年後1年後、今選んでよかったなと思えるような努力を死ぬ気でやってんよ。だからこそ君に一度解いてほしいんや。今まで効率的な正解ばかり追い求めてなかったが、例えば自分の感覚に文句ばかり言ってなかったが、いろいろねあると思うんですけど大丈夫。僕もそうだったんですよ。受験生の時、僕はもうねストーリー語ったんで分かると思うんですけど、裕福な家庭じゃなかったよね。だから浪人とかできなかった。そんな中でさ、東京大学を目指す、周りからこう言われるわけよ。浪人が前提だと、現役合格できるのは一握りだ。それを言われてさ、努力して頑張ってもさ、成績が出ない時とかさ、もうめちゃめちゃ自分の立場に文句言ってました。都会の進学校ずるいやん、なんでこんな環境に生まれたんだ、いろんなことを文句言ってたけど気づいたんです。そうじゃない。今やる環境がどうであれ、今の成績状況がどうであれ、やるべきことはただ一つなんですよ。今の状況は変えられないけど、未来は変えられるんですよね。自分の選んだ道を信じて何としてでも正解にする。そのために僕は迷ってもがいて途方に暮れて、それでも歯を食いしばって前に進んできました。そうしたらたまたま、例えば数学だけですけど偏差値が上がるんですよね。そうしたら他の科目にも応用できるんですよ。理科も英語も国語も全部そうやって成功体験を積み重ねていけば分かってくるんです。あ、これが受験の本質なんだ。今まで正解があると思い込んできた。そして暗黙の了解があると思い込んできたんです。浪人が前提だ、お前には無理だ、いろんなレッテルを貼られたけど、そんなものはない、正解なんてない、それは一人に自分が正解を作り出すんだ、模範解答を作り出すんだってことなんですよ。だからこそ君にももう一度お願いしたいことがあるんです。それは今日からでもいいから、君自身の目標を持ったら1週間でいい、死ぬ気でやってほしいんです。例えばこの1週間本気でやれる何かを決めてほしいんです。それが英単語でもいいし、青チャートでもいいし、理科社会でも何でもいい。一つ自分が覚悟を持って死ぬ気でやれると、これなら日本一をなれると、この1週間日本でナンバーワンの結果を出す、この1週間日本で誰よりも頑張るぞと、そう思えるものをまず作ってほしいんですよ。それで1週間もやってみてください。そうすれば1週間も経たないうちに変わるはずです。あ、自分ってまだまだやれることあったんだな。そして1週間後そこで終わるんじゃなくて、そこから2週間、半年後、1年後ずーっと続けてほしいんですよね。そうすれば、あ、あの時この動画を見て、あの正解がないんだと、正解は自分で作るんだと、それを知ってよかったな、この動画を見てよかったなと思える日が必ず来るから、だからこそ信じてほしいよね。本当に環境に文句言わないでほしい。僕もそれを伝えるために YouTube やってるんよ。地方の高校で東大現役合格で無理だって今でも言われてる人たくさんいると思うよね。けど無理なんじゃない、自分で正解なんて作れるから、だからこそ信じて約束してほしいよ、宣言してほしいよ。例えばもう YouTube もコメントとか Twitter でハッシュタグパスラボとかつけてもらってもいいから、今日この1週間で何をやるのかを決めて、必ず自分の選んだものを正解だと思えるような努力をしてほしいなと思います。最後に大切なご報告があります。実は皆さんに一つだけ内緒にしながら進めてきたことがあるんです。それを今日ここまで見てくださったあなたには真剣にお伝えしたいと思います。
まず改めて僕は地方と都会の教育格差をなくしたい、その思いから東大に入学後約6年以上教育に関わってきました。そして昨年の5月にはパスラボの YouTube 活動がスタート。こんな未熟な僕たちを約20万人の方が応援してくださっています。そして今年の3月東大学部を卒業した僕は医者の道ではなく教育の道に進むことを決めました。それはひとえに教育はまだまだ変えられる、僕自身が変えなきゃいけないと思ったからです。特に昔の僕と同じような悩みを持つ地方の高校生には戦略の重要性、受験のリアル、そういったことを伝えた上でしっかりと現役合格は不可能じゃないんだということを伝えたいなと思ってます。ただ残念なことにそういう戦略を伝えられる人がやっぱりなかなかいないと、そして僕たちもまだ影響力が少ないと、まだやっぱり全国に届いてないと、そういう思いがあるんですね。そこで僕は東大学部卒業後約2ヶ月3月4月にパスラボの活動を休止しました。実はそこでは訳があるんです。あの時に必死に考えました。この現状を踏まえて僕たちには何ができるんだろうと、今のメンバーを含めたたくさんの意見をいただきました。その時に出たのはまだまだ伝えられることはあるんじゃないかと、やはり何か形に残せるものを作った方がいいんじゃないかと、その思いで僕たちは今の今まで準備を重ねてきました。そしてそれをようやく今日公開できます。それが超戦略的勉強法という本の出版です。いや本当にこれだけはもう早く伝えたかったんですよ。特にこのもうストーリーを見て、受験のリアルを見て、ここまで僕のことを分かってる方、もう変えたいと、人生を変えたいと、今の状況を変えたいと思ってる人にはいち早く伝えたいなと思って活動してきました。角川さんの協力もあり、僕たちが本当に伝えたかった受験のリアル、必要な情報戦略、そして各科目の勉強法、ありとあらゆることを詰め込みました。そして僕一人の力ではありません、パスラボメンバーの協力もあります。例えば二浪して東大一点落ちをした熊くんの不合格体験記とか、その他いろんな特別企画も用意しています。やっぱり思うんですよね、動画だとボリュームは限られてるけど、本ってボリューム関係ないですよね。ちゃんと形に残るんだと。もしも今あなたがどうしても達成したい目標や夢があるんなら、周りにいくら反対されても簡単に諦めないでほしいんです。大丈夫、必要な情報と戦略はこの本に詰め込みました。 Amazon の予約も開始しているそうなので、一応概要欄にも載せておきます。この動画とそして本をきっかけに、君自身の人生の選択肢を広げてほしいなと思ってます。まあ、最後宣伝みたいになりましたが、もう一重に僕たちはまだまだやるべきことはあるんですよ。特に医者の道ではなく教育の道に進む、それは今でも正解かどうかわかんないですけど、さっきも言ったように自分が選んだ道を正解にするために、僕たちはやれることは全てやりたいなと思ってます。特に受験生のためになるような動画やライブイベント、さまざまなことも行っていきたいと思います。特に全ては地方と都会の教育格差をなくすために、僕はそこに人生をかけてきました。僕の人生をかけて挑戦する使命だと思ってます。まだまだ未熟な僕たちですが、皆さんのチャンネル登録や高評価、コメント、その一つ一つが励みになっています。そしてここまで見てくださった方にはどうしても恩返ししたいと、だからこそこれからも深く関わっていきたいなと思うんです。そこで今回この動画を最後まで見た方限定の特別 LINE を作りました。誰が最後まで見たかもそうだし、皆さんの宣言ですよね。これから1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後どうなっていくのかをやっぱり見ていきたいんですよね。だからこそ今後特別 LINE の方でも深く関わっていきたいと思います。まあ、そちらの特別 LINE も概要欄に載せておきますので、この動画の感想や宣言でもいいので、ぜひ送ってほしいなと思います。皆さんが選んだこの選択、それが3ヶ月後、半年後、1年後、しっかりと選んでよかったなと思えるような努力を一緒にしていきましょう。改めてこんな動画最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それではこれからもよろしく。バイバイ。最後まで見てくださり本当にありがとうございました。大切なあなたにだけ一つ最後にお伝えしたいことがあります。それは受験生のほとんどが3歩先しか未来を見えていないということです。これは僕自身もそうでした。浪人が前提だと、現役合格は難しいと、いろんな暗黙の了解だと思っていたことが、東大に合格したらそうじゃなかったんだと、そこで気づくことも多かったんです。だからこそ僕たちは特に地方の高校生に向けて伝えていきたい。そのためにこの動画がまずは一つの希望の光になればと思い、この動画を作成しました。あなたの行動を一歩を踏み出す勇気を僕らは今後も与えていければと思います。そして今後は地方の高校へのリアルな関わりも増やしたいと思っています。なので僕たちにできることは遠慮なくリクエストしてください。概要欄にもメールアドレスを載せておきました。遠慮なく連絡ください。それでは改めて最後まで見てくださり本当にありがとうございました。君の志望校合格を心の底から願っています。ぜひ合格した時には直接お会いしましょう。それではまた。今日のパスタレはこちら。めちゃくちゃ難しくないですか？これ解けたらドヤ顔できますよ。答えは概要欄からチェック。